チュニスの衛星写真チュニスコチュニスコはチュニジアの首都チュニスとチュニス湾の間に位置する自然のラグーンである。湖は37平方キロメートルという広大な面積を持つが深さは非常に浅い。湖は以前チュニスの自然港だった。肥沃な土地をコントロールできるためチュニスカルタゴの接続はローマ帝国にとって非常に重要だった。このためローマは 湖にダムを建造した。今日ではダムには高速道路、チュニスとその港であるラグレット、カルタゴ、シリブサイド、ラ・マルサを結ぶ鉄道が通っている。ここには過去にスペインの拠点であり、1993年以来自然保護区となっているシクリ島がある。19世紀の湖の川床上昇により、フランスの植民地軍は、 湖を横断する長さ 10km、幅 450m、深さ 6m の運河を建設した。最近、チュニジア政府と UAE のサマドバイが、湖の南岸を開発してチュニジア、地中海の観光地、居住地とし、新しく販売した。投資額は、約180億アメリカドルで、チュニジアの歴史上最多と考えられている。プロジェクトは、 10から15年先には行われる。ありがとうございます。